プスコフ、プスコフ、プスコフ、ラテン文字転写の例、エストニア語、フィンランド語は、ロシアの都市。プスコフ州の州都であり、主教座などのあるロシアの宗教の中心地の一つにして、ロシー有数のことでもある。ベリーカヤ川及びその主流プスコフ川に沿って、クレムリーンや、古い街並みが建っている。エストニアとロシアとの国境からは東へ20キロメートルしか、離れておらず。 中世には国境防衛と国境貿易でロシア有数の大都市として繁栄を謳歌した。人口は20万2780人。2002年国勢調査。古代にはプレスコフと称した。この都市は903年にイーゴリ一世マオリガと結婚した際に言及されている。プスコフの町はこれ以前から存在したと考えられるが、プスコフ市民はこの都市を 市の創設の年としており、2003年には1100年祭が開催されている。最初のプスコフ公は、ウラジーミル一世が各地に配した息子の一人スディスラフである。兄弟であるヤロスラフ一世によって遊兵されたスディスラフは、ヤロスラフの死後まで解放されなかった。12世紀と13世紀には、ノブゴロド公国、ノブゴロド共和国と政治的に一体化している。 1241年ぐれには、ドイツ騎士団に征服されたが、アレクサンドルネフスキーは、チュド古城の戦いで、騎士団を降り、翌年の初めに解放された。ドイツ騎士団からの独立を確かなものにするため、1266年に、プスコフ市民は、キリスト教に改修した、リトアニア人のコーダウマンタス、ドーマンタス、ロシア語では、ドブモントドーブモントの名で知られるお軍を呼び、 広告の指導者として選出した。ダウマンタスは、町の要塞化を進め、1268年のラコボルの戦い、バトル・オブ・ラコバーで、ドイツ機団を破り、エストニアにまで進出した。ドブモントの県と遺体は、現在もプスコフのクレムリン、城塞内にあるイタリ製三社大聖堂にあり、クレム人の内部は、ドブモントの町と呼ばれている。14世紀までの間、 プスコフの町は事実上の共和国であるプスコフ公国の首都として栄えた。共和国はベチェという民衆による集会により運営されたが中で最も強大な勢力はプスコフをハンザ同盟に加盟させた承認階層であった。プスコフの独立はノブゴロド公国により1348年に承認された。またこの数年後にプスコフのベチェが発布した法典 プスコフ憲章と呼ばれるは1497年に作られた全ロシアの法典の原型の一つとなった。ロシアにとりプスコフはヨーロッパへの架け橋であり、ヨーロッパにとってプスコフはロシアの最西端の全勝で攻撃対象でもあった。プスコフのクレムリンは15世紀だけでも26回も包囲されているがこれらすべてを撃退している。 クレムジンは石を積んだ城壁で五重に囲まれており、難攻不落であった。プスコフでは、美しいイコンが多数作られ、イコン政策を教える学校が栄えた。また、プスコフの石膏はロシアでも、最高とされた。この時期のロシア特有の建築様式の多くは、プスコフでまず導入された。1510年、プスコフはついに、モスクワ大公国の大軍の前に陥落した。 貴族たちのモスクワへの連行は、ニコライ・ジムスキーイコール・コルサコフの1872年のオペラ、プスコフの娘の題材となっている。モスクワ大公国の第二の都市であった、プスコフは、西からの攻撃を受け続けた。特に、リボニア戦争、1581年から1582年の最後には、プスコフは、ポーランド王国の軍勢5万人に包囲されたが、持ち越えている。 ポーランドをステファン・バートリは、プスコフへの攻撃を三十一回も指揮したが、防衛する市民に撃退された。死の城壁の一つが崩れた時も、プスコフ市民は素早く崩れた部分を修理して、功をしのいだ。大道乱期の六百十五年には、スウェーデン軍に包囲されたがこれにも持ちこたえた。ロシア帝国を築いた、ピョートル一世は十八世紀初頭に、バルト海に面した。 新首都サンクトペテルブルクを築き、さらにエストニアとラトビアを征服したが、このことは国境の要塞であり、ヨーロッパとの交易の最前線でもあるというプスコフの伝統的な役割を失わせた。結果、プスコフのロシアにおける重要性も豊かだった都市生活も急激に衰えた。1777年にはプスコフが保持していた独自の政府も吸収された。 第一次世界大戦の間、プスコフは東部戦線の後方に位置する兵隊に屋敷などの中心となった。1917年3月、首都を離れ前線で揮を取っていたロシア帝国最後の皇帝ニコライ2世は2月革命の結果プスコフで退位させられている。ドイツとボリシェビキ政府の間でブレストリトフスクは平交渉。 1917年12月22日から1918年3月3日が行われていた間、ドイツ帝国軍はプスコフ周辺にまで侵入した。また1918年から1920年まで行われたエストニア独立戦争では、プスコフは1919 19年2月から7月までエストニア軍に占領された。こうした近代戦争に対し、 中世の難攻不落の城壁は大した守りにならなかった。第二次世界大戦では、ドイツ軍により1941年7月9日から1944年7月23日まで占領されている。プスコフの歴史的建築物の多く、特に教会は、ドイツの陸軍部隊の侵攻を前に、ドイツ軍機による爆撃で破壊された。 またプスコフの住民も相当数が死亡した。建物のうち94%が全壊、占領期間中に軍民合わせて29万人が死亡した。戦後は再建が進み、ロシア製法の産業、文化の拠点の地位を取り戻している。また、ソビエート連邦時代に閉鎖されていた聖堂や修道院もペレストロイカ後は修復や再開が行われている。 プスコフには13世紀以来建設された中世の城壁の多くが今も保存されており、城壁に囲まれたクレムリン、クロムと略称されるは特に印象的な街のランドマークになっている。城壁の中には高さ78メートル、256フィートのイタリ生産者大聖堂がそびえている。1138年に創建された。 大聖堂は1690年代に再建されて、現在に至っており、大聖堂内には、聖イコーフ,セフォロド、1138年と、ドブモント、ダウマンタス、低1299年の墓がある。その他の教会建築には、ミロジュスキー修道院、1152年完成、聖ン聖堂、1243年、スネトゴルスキー修道院、1310年完成、 1313 13年に塗装などがあり、中世にはロシアの宗教と文学と美術の中心であった。プスコフは小さくずんぐりした絵になる、教会堂が多いが、その多くは15世紀や16世紀に遡る。また17世紀の商人たちの大邸宅も多く残る。近郊には9世紀に流陸の兄弟が拠点を構えた場所であり、 中世ロシアの堅固な要塞でもあったイズボルスクがある。ペチョリにあるプスコボペチェルスキー修道院は絶えず続いている修道院としてはロシア最古で全国からの巡礼を集める。またミハイロフスコへの村はアレクサンドル・プルシキンが代表作の多くを書いた場所であり、近くの修道院に埋葬されている。ロシアの精神的故郷とも言うべきこれらの地域の観光インフラは まだ整っておらず、プスコフ及びその周辺への観光業への投資が望まれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。